こんにちは、逆川です。今回は COS ボードというコスプレ造形に使われる素材について紹介したいと思います。今僕が手に持っているのが COS ボードで作られたものとなってます。こちらが COS ボードになります。こういう風にね、袋に入れてこう丸めた状態で店頭で売られてます。クラッセさんというメーカーが作ってます。はい、というわけで中身を出してみました。これが、COS ボード。こういう風にね、柔らかいボードです。そして軽いですね、非常に軽い。まあ、カメラだとちょっと分かんないと思うんですけど、表面がとてもきめ細かい、とってもきめ細かいボードですね。なので、僕みたいにですね、造形物を塗装で仕上げるっていう人にはとても良い仕上がりになっていいかなと思います。値段ですが、今手に持っているこの白で 5mm M サイズっていうものですと、税込み1080円で売られてました。名古屋の、アコスさんっていうところで買ったものです。 COS ボードの販売先ですけど、東急ハンズさんとかアコスさんっていうコスプレ系ショップとか、クラッセさんのサイトとか、いろんなところで販売されてます。で、商品バリエーションなんですけど、まず厚み、こちらの今持っているのは 5mm 厚、厚み 5mm なんですけど、あと 1.5mm、3mm、10mm なんかもあるようです。黒の商品もあります。黒い商品なので、防具とか作った時にね、防具の裏側がチラリと見えた時に、白だと目立つんですけど、黒だと、そういうのが目立たないので、防具とかに使うと良いかなと思います。あとはシール付きのボードっていうのがありまして、これは表ですね。で、この裏が、紙になってまして、これを剥がすとですね、剥がしたところが、こういう風に、はい、粘着質になってまして、接着剤使わなくても貼ることができる、こういうシール付きっていう商品もあります。COS ボードの販売店とか、商品のラインナップについては、サイトの方に詳しくまとめてありますので、ぜひそちらの方をご覧ください。動画の概要欄に、リンク貼ってますのでね、そちらぜひ一度見てみてください。では COS ボードを使った作例をいくつか紹介したいと思います。こちらは動画の冒頭でもお見せした剣ですね。中に芯として水道パイプが入っているんですけど、この外側部分は全部 COS ボードですね。ちなみに、これから紹介するものを含めて基本的に全て塗装で仕上げてます。詳しい作り方とかはね、それぞれの動画とかも上げてますので、そちら見ていただければなと思います。こちらの、短い剣も同じように中にパイプが入ってて、外側が COS ボードっていう構造で作ってます。こちらはバズーカになります。これは中に芯として水道のパイプが入ってるのと、ここの手に持つ部分ですかね、これが針金使ってるっていうのを除けば、残りは全て COS ボードですね。最後は鎧ですね。これはもうほぼ COS ボードでできてます。装着用のマジックテープとか使ってるぐらいで、もうほぼほぼ COS ボードですね。これ中見てもらうと分かると思いますけど、というわけでいかがでしたでしょうか。 COS ボード使えばね、このようにいろんなものを作れますので、皆さんもぜひ使ってみてください。当チャンネルではこのようにコスプレ造形物に関する動画をたくさんアップしています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。